さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。組み合います。ロープに振ってブレンバスターに取ります。打たせません。張ります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。ハンマーが襲ってまいります。抱えます。キックを打っていきます。蹴ってまいります。組みに行きます。ボディースラムで投げてまいります。肘を打ち込んでまいります。行くのか。コーナーに振った。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。逆に振り返して剛腕ラリアット、ラッサッポーに転じます。引き起こします。ラリアットものすごい、起こしてまいります。バックに回ります。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。リングに戻ります。フロントキック、組み合った、あっと返した、抱えた、打たせない、いけるか、逆に返した、腕をフックした、させません、頭を掴んでハンマー気味のパンチ、ガジッと組み合った、おっとそのまま後ろに落としていった、引き起こす、リング上の殺虫剤 DDT、 起こした、今モロに入りましたよ。はい、ブロッキー状態か、カウント 2.5、 ドロップキック強烈、掴んだ、ハンガーを落としていく、首根っこを掴んだ、ストマックを狙っていく、ガジェット組み合った、コーナーに振った、おっとシャリバティか、放っていくのか、トップロックからのギガチェンダップ、さあガッチリ入ったぞ、決まってますね、キック掴んだ、五臓ロップに染み渡る、ハンマーを振りかざす、逆に切り返した、バックを取って後頭部が悲鳴を上げる、バックトラップ、ストンピングを叩き込む、カバーした、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ。はい、いけるか、あと逆に投げていった、体を預ける、ロープブレイク、強烈に入りましたよ、骨がきしむ音すら聞こえてまいります。あっと逆にパワーポン、コーナーに登ってダイビングギロチンダップ、組み合った、コーナーに振って、立たせていく、頭を掴んでギロチンドロップ、カウントは入る、カウント3、
行け、ガンガン行け。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーチャレンジャー頑張れ。225ポンドエボスさん、ガンガン行け。頑張れ。赤コーナーチャンピオン220パウンド土方、土方龍神、土方、土方、レフリー和田恭平。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。コーナーに振った、カウンターで返します。コーナーに登る、おお高いところから一気に叩きつけた、ロープに振った、ホイップしてまいります。腕をフックします。脇固めに移行してまいります。ロープに逃れました。抱えます。抜けてまいります。腕を取ります。腕折りに移行してまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど。2位を蹴り上げます。ローを打ってまいります。逆に振り返した、打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね。さあ早くもその神秘的なオーラがリング上に充満しております。一体何を考えているのか全く分かりません。この摩訶不思議男、場内のファンもその一挙手一投足に注目してまいります。間を取っています。あーっと飛ばない、リング下に降ります。ガードします。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。あっとキャッチした、バックに回ります。エルボー、足を取ります。足を狙ってまいります。起こしてまいります。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。掴んだ、キックで返します。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。顔面へのキックです。掴みます。ストマックを狙ってまいります。足を抱えます。逆に返します。クレイジーサイクロン強烈、裏アキレス腱に移行してまいります。ロープブレイクです。掴んだ、させません。腰を落とします。逆に切り返します。ロープにブレイクしました。キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。逆に返します。おっと逆に捉えた、ドラゴンスクリュー、引き起こします。蹴ってまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効いてくるんですよ。ああなるほど、フェイスクラッシャー、起こします。あっとキャッチした、バックを取ります。ボディシザーストの複合技に転じます。ロープブレイク、ロックアップ、逆に倒します。おっと逆に捉えた、バックを取ります。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下高打ちつけたか、
放っていくのか。トップロックからミサイルキック。このポーズ引き起こす。顎を狙っていく。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。起こす、スリーパー、落とすのか。張った、ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。10分経過、フロントキック、腕を取った。腕を取って切り返した。エルボーを打ち込む。あっとキャッチした。足を狙っていった。立たせていく、小脇に抱えた。エルボーで切り返す。フライングにいる、扇子を広げた。決めに行くのか。アーブロック、アーブロック。おっと逆に捉えた。バックに回った。バックを取ってバックドロップ、完工。カバーした。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。抱えた。おっと逆に切り返した。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、いけるか。コーナーに振って、ローリングエルボー、一気にフェイスクラッシャー。首がために持っていく。うわあ、危ない。カウント2であります。掴んだ、蹴りをぶち込む。あー、ブロック、組み合った。あと逆に倒した。右はフォーレッグロック、足4の字に持ち込みます。あっとキャッチした。反撃するならここですね。こっから突破口を見つけたいですね。腕しげ入った。強烈なローだ。腕をフックした。フロントから投げていった。ストンピング強烈、蹴っていった。切りもみ式のボディーパス。カウント 2.89。 重低音バズーカ、担ぎ上げるのか。15分経過、15ミニッツパス。そのままボムで叩きつけた。選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、全日本プロレス240パウンド、あらやーのぶーたかー、あらやー300パウンド、あらいけよー。
赤コーナーチャンピオンチーム、あらやー ROD 頑張れ305パウンドデュロー、ブラウン頑張れ、いけよー、370パウンドジャマール頑張れ、レフリー和田恭平、ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、ラフ殺法に転じます、腰を落とします、リバースで返します。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。あっとエルボーあります、ナックルを打ち込んでまいります、フライングメイヤー、ストンピング、蹴りつけてまいります、タイな力で締め上げてまいります。こうやって投げられた時に受け身を取ってますから、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。あ、そうなんですか。ストンピングを叩き込んでまいります、チョップであります、掴みます、ストマックへの攻撃であります、フロントからのキック。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。組み合います、ドクジャがアバラを締め上げてまいります、張ってまいります、ブレンバスターに取ります、蹴りを見舞ってまいります、組みに行きます、ロープに振ってエルボーを入れていきます、起こしてまいります、掴んだ、させません、掴んだ、肘を打ち込んでまいります、ガードします、ストンピングです、チョップが上がってまいります、ロックアップ、逆に投げてまいります、腕を回します、耐えます、打ち込んでまいります、腕をフックし、ブレンバスターで切り返します、ここでタッチです、スイッチしてまいります、乾いた音が館内に響きます、ラリアット投げ倒し、スタンディングをタックルでぶちかまします、このポーズです、起こします、バックを取ります、わーっと後ろに落としていった、立たせていく、頭を掴んで、わーっと逆に蹴っていった、そのまま後ろに落としていった、肉体を躍動させる、抱き起こす、タックルぶちかまし、あとうまく切り返した、ショルダータックル投げ倒し、掴んだ、あと相撲速攻、ガチッと組み合った、あと逆に投げていった、引き起こす、首をかっ切ったか、ムーンサルトプラス、カウント3つは奪えない、さあタッチ、組み合った、巻き投げで切り返した、起こした、スーパー
ていく。抑え込んで、岩壁の母の胸に抱かれました。腕を回した、させません。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。打ち込んでいく。張り手すごい音がした。なんと耐えた。ゼロスイン。ここでタッチだ。いけるか。投げていった。カイナ力で締め上げる WAR スペシャル。ロープブレイク。ここでスイッチ。担ぐか。打たせない。あっとパンチ強烈。あっと返していった。絞り上げる強烈。チョップ。逆に捉えた。バックに回った。させません。すごい顔で打つ。いけるか。おっと、そのまま後ろに落としていった。ここでスイッチ。蹴っていった。組み合った。巻き投げで切り返した。エルボードロップ強烈。あっと逆にパンチ。あっと返した。あっとキャッチした。あっと返した。ラリアットストッピングを叩き込む。ストッピングカバーの体勢。ガジェット組み合った。場外に落とした。場外に移行した。腕をフックした。あと逆に投げていった。立たせていく。いやー、これは受け身取れないですよ。デインジャラス直下式。リングに戻ります。ハンマーを落としていく。ストッピング強烈。引き起こす。させません。ギロチンドロップ強烈。ムーンサルト。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ブレンバスター行くのか。あっと耐えた。ここでタッチだ。ロープリフター。フロントキック。蹴り上げていく。ガジェット組み合い強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ストッピング。あとキャッチした。あと逆にパンチ。奥歯を噛みしめた。
っと逆にキック掴んだ、あっと逆に蹴っていった、ボディスラムで投げつける、一気に両立するのか、20分経過、コーナーに登って、マッドスプラッシュが降ってきた、カウント3が入りました。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。エルボー行くのか、切り返します、腕攻めに転じます、組みに行きます、逆に返します、エルボーを入れていきます、アッとエルボーガードします、バックに回ります、鬼の形相で締め上げます、ロープに逃れました、張ります、肘を打ち込んでまいります、腕を取ります、逆に腕を取ります、アッと返します、組み合います、返してまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、ブロックします、小脇に抱えます、リバースで返した、返してまいります、抱えます、アッとエルボードロップキックを見舞ってまいります、腕を回します、ブレーンバスターで投げ捨てます、エルボー、ここでタッチです、ロックアップ、ロープに振った、組みに行きます、逆に投げてまいります、腕をフックします、蹴ってまいります、掴みます、エルボーを入れていきます、この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ガードします、エルボードロップ抱えます、蹴りを見舞ってまいります。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。肘を打ち込んでまいります、ブロックします、掴んだ、技をかけてもこうやって切り返しますからね、面白いですよね。本当にそうですね。締めを見せてまいります、ローププレイクです、腕を捉えます、逆に切り返します。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。おっと逆に捉えた、円錐切り起こします、トップロープを奪う、今高さがありましたからね、引いてますよ、見ていてかっこいいですね。腰を落として逆エビ固めの体勢です、ロープブレイク、組み合います、バット返します、起こします、腰を落とします、今頭打ったんじゃないですかね、脳天したたか打ちつけたか、蹴り上げていく、バックに回った、変形のストレッチ系に持っていく、
見栄を切った。今続投ですね。後頭部痛打か。蹴っていった。カードした。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。腕をフックした。打たせない。ここでタッチだ。ブロックした。カードした。全体重を乗せたエルボー。ガジェット組み合った。ボディスラムで投げつける。あと逆に切り返した。10分経過。後頭部にパンチ。ストッピング。キャメルクラッチの体勢だ。岩壁の母の胸に抱かれました。ストッピング強烈。膝を壊しに行った。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。バックを取って、あと耐えた。いけるか。コーナーに振った。あと逆に投げていった。ストンピングを叩き込む。ガジェット組み合った。コーナーに振って、あと逆にパンチ。トップロープを狙う。あとミサイルキック。組み合った。倒していった。ストッピング強烈。抱き起こす。あと逆に丸めていった。カウンター2。返しました。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。フラッシュリングエルボー。容赦のないドロップキック。水平打ち。腰に手を回す。エビ固めで抑え込んだ。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。組み合った。あと逆に返した。引き起こす。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。抱えた。危ない状況。ストンピングを叩き込む。抱き起こす。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。危ない。カウントリーテンキュー。ガジェット組み合った。逆に返した。張り手。腕を回した。読んでいます。まさに読み切り小説。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。ブレインバスターで叩きつける。放っていくのか。ムササビが待った。ボディープレス。3つは入りません。受け身の取れないジャーマンスープレス。
あっと返した、起こした、バックに回った、ジャーマンスプレックス、あと連続で持っていった、ロープブレイク、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、あっと逆にキック、バックを取って持ってった、ジャーマンブリッジする、まさに一瞬も目が離せないという予想以上の展開となりました。さあこの試合どっちが勝つんだ、立たせていく、腰を落とす、WA4 で落としていった、カバーの体勢、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ、ハンマーを振りかざします、アットエルボー、肘を打ち込んでまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか、リストを固めてまいります、掴みます、キックを打っていきます、チョップがうなってまいります、ボディスラムで叩きつけます、レッグロックに持っていった、ロープブレイクです、腕を捉えます、腕を殺してまいります、行くのか、フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります、ロープブレイク、腕を回します、させません、組み合います。全日本プロレスの太陽として王道の未来を明るく照らしてまいります。この太陽ケア、持ち前のレスリングセンスはあの武藤と組むことによって完全に開花しました。さあ王道マットだけでなくプロレス界全体を照らすため今日も太陽は熱くギラつきます。蹴りを見舞ってまいります、エルボー組みに行きます、ロープに飛ばした、ドロップキックであります、掴んだ、ナックルを打ち込んでまいります、掴みます、キックで返します、張ってまいります、ガードします、ドロップキックを放ってまいります、ロックアップ、逆に返します。リング上はキャメルクラッチの体勢です。ブロックします。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね、この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ええ、ストンピングを叩き込んでまいります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、抱えます、ブレンバスター、荒っぽいファイトを展開してまいります。腕をフックします、膝を入れていきます、腰を落とします、あっと急所攻撃、エルボードロップ落としてまいります、チョップであります、ロックアップ、返してまいります、脇固めに移行してまいります、ロープにブレイクしました、
ガードします。肩をつけます。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。キックを打ってまいります。引き起こします。おっと、飛びついてハリケーンスパイク。引き起こす。膝を突き上げていった。どうか。ここでロープブレイク。ガードした。さあ決まるか。カウント2つ。惜しい。エルボー強烈。掴んだ。させません。顎を狙っていく。抱き起こす。うわい、脳天2だか。肉体を躍動させ、立たせていく。コブラクラッチに取った。コブラクラッチスープレックス。フィニッシュになるか。ここから大技に打つ散髪持ってきたいですね。気合を入れた。逆水平起こした。スライディングウィザード、一瞬の魔法使い。すごい音がした。組み合った。ラッシェンスイープ、かわず落とし。引き起こす。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。これで決まったか。カウント2、返しました。抜くのか。リバースで返した。ストッピング。あっと、エルボー。立たせていく。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。どうか。ロープブレイク。いけるか。ロープに振った。担ぐか。エルボーで切り返す。決めに行くのか。担ぎ上げるのか。担ぎ上げてからのスタートに持っていった。カウント3つ、カウント3つ入りました。今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。肩が上がります。キックを打っていきます。対角線に飛ばした。あっと、フランケンをさせない。ガードします。行くのか。投げてまいります。関節を狙ってまいります。フロントからのキック、組に行き倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。こうやってプロとして戦っていますとね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも抱き事は言ってられないですからね。ああそうですよね。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。掴んだ。膝を殺してまいります。組み合います。グラウンドでのヘッドロックであります。そのグラウンドテクニックは抜群のものを持っております。淵正信、その粘着質たっぷりのテクニックと淵独特の肘を使った老快なインサイドワーク、まさにこの男ならではの攻撃であります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。腕を取ります。
脇固めに移行してまいります。ロックアップ、コーナーに振った、ドロップキック、組みに行きます。逆に振り返した、ラフサッポーに転じます。いやらしい攻めを見せてまいります。組み合います。コーナーに振ってパンチで返します。腕を回します。拷問コブラで締め上げていきます。行くのか、あと返します。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。切り返します。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。腕攻めに転じます。抱えます。ボディスラムで叩きつけます。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。そのまま決めてまいります。掴みます。鉄拳を見舞います。掴みます。逆に返します。ドロップキック、膝掴んだ。弓を引くナックルであります。荒っぽいファイトを展開してまいります。腕を捉えます。腕を殺してまいります。あっと逆に捉えた。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。行くのか、返してまいります。起こしてまいります。バックドロップの体勢、エルボーでブロック、ドロップキックであります。ピンポイントなドロップキック、組みに行きます。ロープに振って、あとそのまま倒します。腕を絡めて抑え込んだ。跳ね上げてまいります。行くのか、コーナーに振って強烈なキックです。ストンピングです。10分経過、10ミニットパス。逆に倒します。スタンディングを取らせます。エルボーを振り落とします。あっとホイップしてまいります。コーナーに登って、腰を落として逆片指固めの体勢です。腕を取ります。返してまいります。膝を狙ってまいります。リストを固めてまいります。組み合います。あと返します。引き起こします。エンジン蹴り、起こします。腰を落とします。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。腕を取ります。エルボー、蹴りを見舞ってまいります。足を殺してまいります。逆に返します。引き起こす、顔面蹴り上げる、組み合った、あっと返した。膝にピンポイント集中砲火、抱き起こす、ピンポイント膝、首根っこを掴んだ。鉄拳制裁ナックルアロー、
リング、ストンピングを叩き込む、頭を掴んでラフに転じる、腕を取った、あっと切り返した、小脇に抱えた、低空のバックドロップ、カウント入る、ロープブレイク、ロープブレイク、腕を取った、15分経過、脇固めに持っていった、腕をフックした、ボディスラムで投げつける、起こした、小包固め、スモールパッケージ、カウント 2.5、 まだまだです、バックに回った、バックドロップ、立たせていく、バックを取って、バックドロップ、コートアウト、返していった、抱えた、ダブルアームで投げていった、ガジェット組み合った、スモールパッケージで丸める、腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。本日のメインイベント、世界タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、190パウンド石狩太一、石狩いけ、240パウンド川田俊明、赤コーナーチャンピオンチーム、215パウンド剣道カシーフン、250パウンド永田裕二、レフリー和田恭平、
今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、関西の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、ボディースラム、2位を落としてまいります。意地を打ち込んでまいります。ローキック組み合います。テイクダウン、ラフ殺法に転じます。ロックアップ、フライングメイヤー、地球ウィングフェイスロックの体勢。蹴りをぶち込みます。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。行くのか、ストマックに突き刺さります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。キック攻撃を見舞います。抱えます。エルボーでブロック、顔面へのキックです。腰を落として各片指固めの体勢です。鋭いキックです。あっとキャッチした、後頭部エンジン。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ここでタッチです。ダブルで決めていった、蹴ってまいります。組みに行きます。リング下に落とします。リング下に降ります。このあたり決まり具合いかがですか？これはまだ入ってませんね。キックを打っていきます。足を取って切り返した。リング内に戻ります。リング内に戻ります。あっと逆に捉えた。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。強烈に締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。掴みます。キックで返します。あっと逆に捉えた。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですかね。そうですか。腕を取ります。切り返します。行くのか、返してまいります。足を殺してまいります。フロントからのキック、腕をフックします。ブレーンバスター高速で投げてまいります。あっとキャッチした、エンジン蹴り。腕に照準を絞るのでありましょうか。スタンディングを取らず、あっと逆に捉えた。レッグロックに捉えます。ロープブレイクです。掴んだ、逆に返します。させません。組みに行きます。場外に落とします。このポーズです。リング下に降ります。バックに回ります。リングっていうのはね、こう倒れた時にものすごい音がしますけど、リングの真ん中あたりが支えの鉄柱が入っているんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なわけですね。あっと逆に蹴っていった。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。エルボーを打ち込む、ロープに逃れました。強烈キック攻撃、立たせていく、バックキック、抱き起こす。10
分経過。ペナルティック。2位を落としていく。バットキャッチした。バット逆にキック。バット逆に腕を取った。エルボーで返す。顔面蹴り上げる。キック強烈。場外に移行した。スリーパーガッチリ入った。腕を回した。バット垂直落下式のブレーンバスター。引き起こす。エルボー強烈。リングに戻ります。いけるか。エプロンサイドから投げていった。場外に降りる。リングに戻ります。ここでスイッチ。いや組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。ストッピング。腕を取った。腕折りか。バックを取って、さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。頭を掴んでエルボーの連打。首根っこを掴んだ。させません。蹴り上げていく。ガチッと組み合った。ロープに振った。エルボー絞り上げる。強烈フロントキック。張った。ドロップキック。15分経過。腕を取った。15ミニスパー。腕を壊しにいった。抱えた。逆にバックに。あっとドロップキック掴んだ。すごい顔で打つ。あっと膝十字で切り返す。さあタッチ。蹴りをぶち込む。ストレッチプラム。ストレッチプラム。いけるか。さあサバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャングル密林の王となるのはどっちなんだ。あっとキック起こした。テンプル捉えましたよ。空を見上げたか。引き起こす強烈なキック。奥歯をかみしめた。パワーボムで叩きつけた。
UM、 この3本のベルトを持つ王者、三冠ヘビー級チャンピオンが今入ってまいりました。本日のメインイベント武藤三冠ヘビー級選手権試合、小島60分一本勝負を行います。小島青コーナーチャレンジャー260パウンド小島さとし、小島赤コーナーチャンピオン260パウンド武藤武藤、武藤、レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴みます、エルボー蹴ってまいります、掴んだ、ハンマーが襲ってまいります、あっとキャッチした、ひねって倒した、ドラゴンスクリュー。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ガードします、小脇に抱えます。さあバックドロップだ、組み合います、逆に振り返した、こすれ込んでエルボー、サンセットフリップ行くのか。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやそれは全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、本当それで頑張れますから、ファンの声援というのはね、ありがたいものですよ。そうなんですか。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね、いい攻めだと思いますよ。はい、掴んだ、意地を打ち込んでまいります。チャンピオンカーニバルを制し、ついに新規の栄冠を掴んだこの小島さとし。小島の最大の武器である自慢の剛腕から繰り出される必殺のラリアットは、あのハンセンの魂を宿したまさに問答無用の一撃であります。バックに回り、バックドロップで叩きつけます。あっとエルボー、ドロップキックであります。蹴りを見舞ってまいります。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。この辺りのグラブ殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープにブレイクしました。腕を回します、ブレンバスターでぶん投げます、スタンディングを取らせます。シャイニングウィザード、膝が襲った、さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。掴んだ、エルボーを打ち込む、組み合った、逆に返した、蹴っていった、足を取った、あっ逆にパンチ、抱えた、 DDT、 首根っこを掴んだ、ハンマーを落としていく、頭を掴んでエルボーを入れていく、させません。すごい音がした。そのままボムで叩きつけた。ロープブレイク、ロープブレイク。
殺虫剤 DDT。 全体重を乗せたエルボー、足を抱えた、膝がからきり声を上げている、起こした、ガードした、あっとエルボー、逆さ押さえ込みで丸める、岩壁の母の胸に抱かれました。エルボードロップ強烈、エルボー強烈、おっと逆に捉えた、あっと返した、胸になりましたよ、ブロッキー状態か、バックに回った、バックドロップ気味のジャーマンスープレックス、抱き起こす、ブレンバスター行くのか、首から落ちましたよ、首が悲鳴を上げた、引き起こす、足を抱えた、10分経過、バックを取って、ラリアット後頭部、立たせていく、腰に手を回した、投げっぱなしのジャーマンスープレックス、起こした、腰に手を回した、今頭打ったんじゃないですかね、脳天したたか打ちつけたか、引き起こす、小股に挟んだ、ハンマーを振りかざす、ドラゴンスクリュー、ラリアット投げ倒し、立たせていく、バックを取って、ジャー